弁護士の北川です。さあ今日はですね、中学生でもわかる著作権と題しまして、 YouTuber、インフルエンサーさんが絶対勉強しておいた方がいい著作権について超絶わかりやすく解説させていただきます。33回目でございます。前回までのおさらいでございます。著作権法ではですね、他人の作品を勝手にね利用することは基本的にアウトでしたね。ただし一定の場面で一定の条件を満たせば例外的に、まあ勝手に使ったとしても、で作者の権利をそこまで侵害しないので OK だということの説明をさせていただきました。で、前回が例えばその教育目的ですね、まあ、その教科書にその題材を載せるとか作品を載せるとかね、あとはその学校の先生が、まあ、その教育目的、その生徒にね指導する意味でその他人の著作物を拝借すること、これは一定の場合であれば OK という解説をさせていただきました。で、今回はとても重要ですし結構勉強になると思います。お金儲け目的ではない演奏ですとか上映などですね、まあ、例えばストリートミュージシャンが路上ライブねやったりとか、あとは飲食店経営をしている人がね音楽 BGM で流したりしますよね。これってアウトなの、セーフなのっていうのが結構ですね細かくですねルールが分かれてるんですよね。で、この条文ですね本当に細かいんですよ。で、細かいんですけども、皆さんが身近に感じている部分、疑問に思うところだけ、まあ、そこだけですねもうピンポイントで解説をさせていただきます。結構勉強になりますので最後までご覧ください。33、さて今回説明させていただくのは営利目的ではない、つまりお金儲け目的ではない演奏だとか上映ですね。この場合一定の条件を満たせば例外的にその他人の作品を無断で使ったとしても OK ということになります。で、ここで認められるポイントの要件というのが4つあります。公表されている著作物であること、そしてお金儲け目的ではないこと、そして観客からねその参加料を取らないこと、そして出演者にも報酬ですね、ギャランティーを払わないこと、この4つですね。例えば駆け出しのミュージシャンがですね路上ライブとかやったりしますよね。オリジナル曲もその演奏する場合もありますけども、お客さんをねその引き寄せるために、まあカバー曲、有名なねアーティストの曲をまあカバー曲として披露する場合がありますよね。これって言ってみればですね、他人の作品、有名アーティストの楽曲を無断でね利用しちゃってるわけだから、本来であれば著作権侵害になっちゃうんですけれども、すでに公表されている有名な楽曲でお金儲け目的ではなく、なおかつそのね聴いてる人から投げ銭とかをもらわない、ね、自分にもギャラはもちろんね払われませんよね。そういった場合に弾き語りでカバー曲を披露するのは OK ということになっています。ですので路上ミュージシャンでカバー曲をね使う場合に、例えばねカバー曲を披露してよかったらねその箱の中にお金入れてくださいみたいな大々的にやってしまったり、自分の CD をねめちゃくちゃ売る目的で、まあそのカバー曲をねちょっと拝借するっていうのはちょっと微妙になります。これ注意しましょう。あくまで自分の歌声を披露したい、ね、皆さんに認知してもらいたい、知ってもらいたいっていう趣旨で、ね、カバー曲を披露するなら、これは OK。ね、対価を払わない、もらってないというようであれば OK ということになります。あとは大学生でですね、その学園祭に有名なアイドルを呼んでね、ライブとかやったりしますよね。これもお金儲け目的じゃなくて、そのね、その、参加者、その客、お客さんからですね、その料金をもらわない。なおかつ、そのアイドル歌手の人にですね、その報酬を払わない。そういった場合であれば、その無断であっても OK と。いうことになります。まあただね、それはねその有名アイドルのね人をオファーしてるわけですから、当然そこでやり取りがあってね許可だったり契約をしてると思いますけども、まあ立て付けとしてはそういうもんだと思ってください。で、ここで注意しなきゃいけないのがね、自ら有名アーティストの楽曲を演奏するときと、そのね楽曲の CD とか公式音源、まあ市販の CD とかを流すのと、これは別に考えないといけないということなんですよね。どういうことかというと、これ結構前のねどの動画で解説をさせていただきましたけども、著作権法の中には著作権と著作隣接権というのがあるんでしたね。つまり有名アーティストの楽曲を演奏するだけなら、その作詞家さん作曲家さんの著作権だけ配慮すればいい、つまり今回の例外規定を満たせば OK ということになるんですけども、そうじゃなくて公式音源、まあ市販の CD を使ってねその音楽を流して、まあ、ダンスをやったりそのイベントをする、そういった場合には著作権の他に著作隣接権といって、そのレコード会社ね、その
作詞家さん作曲家さんだけじゃなくて、レコード会社の権利も持ってるので、これにも配慮しなきゃいけないんですよね。ですので、たとえお金儲け目的ではない上演とか演奏であったとしても、自ら演奏する場合と市販の CD 公式音源をねかけていろいろねイベントをやったりする場合っていうのは、これね両者気をつけなきゃいけない。市販の CD とか公式音源使う場合は著作人設権にも配慮しなきゃいけないということを覚えておきましょう。ちなみにミュージシャンの方、ライブハウスでですね、例えば有料イベントでのね他人の楽曲とか演奏したりしますよね。これっていうのはもともとライブハウス側が著作権とか著作隣接権の許可をもらっているので、ね自由にできるということになってるんですよね。たまにですけれども、著作権著作隣接権の契約、その許可をもらってないライブハウスもあったりしますので、これねちゃんとね調べて注意しておいてください。あとはですね、注意していただきたいのは、お金儲け目的ではない演奏とか上演とか上映、これはね OK と、例外的に OK ということになってたんですけども、このお金儲け目的ではないってとこポイントなんですね。どういうことかというと、今回説明しているお金儲け目的でなければ例外的に OK なんですよね。じゃあどういう場合がお金儲け目的と言えちゃうのかなんですけども、まあ当然のことながら自ら演奏したりね、上映とか上演して、まあそれの料金を直接ねお客さんからもらう場合、これもちろんアウトですよね。お金儲け目的になりますよね。それだけではなくてですね、例えばその飲食店をねやっている人が、その BGM でですね、その市販の CD とか流したりしますよね。この BGM によるその CD の再生、これも演奏に含まれるんですけども、これに直接お客さんはねお金払ってるわけじゃないですよね。それとは別にご飯食べたり自分の商品を買ってもらったりしますよね。でもこっちはお金儲け目的じゃないですか。つまりそのね、あの BGM とかで演奏していて、ここにお金はねもらってなかったとしても、あくまでその自分の店を営利目的、お金儲け目的でやってるわけなので、これも基本的にはアウト、お金儲け目的になってしまうので、許可を取らないといけないということになっちゃいます。ですので飲食店とかね、物を売っている商売をしているお店をやってる方で、そのね BGM として公式音源、市販の CD とかのね音楽を使いたい場合は、有線放送の会社と契約したりとか、代行会社に依頼してね、その著作権者に許可をもらわないといけないということになるんですね。著作権法の立て付けではね、そのお店の奥にですね、その CD コンポみたいなね、そのラジカセみたいなのを入れて CD とかね、その音楽を流して、そのBGM として使ってる。で、これは基本的にはやっぱりよろしくないということなんですね。覚えておきましょう。今回はちょっと長くなっちゃうので以上にしたいなと思います。で、次回がですね、例えばそのお店、例えばラーメン屋さんでテレビとかね、あの流してますよね。これが OK なのかどうかについて解説をさせていただきたいなと思います。本日は以上でございます。勉強になったって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと概要欄にですね、私が提供している法律サービス、リンク貼っておきますので、ぜひそちらもご参照ください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。あなたの顧問弁護士、北川でございました。さようなら。Ladies and gentlemen, this